選手は困るわ。クレイステネス508年紀元前のすぐ後、紀元前500年から大戦争が勃発、ペルシャ戦争。これはオリエントをまとめた統一したアケメネス朝ペルシャ、リディアを滅ぼして小アジアに侵入、その小アジアの海岸部分にギリシャ系の植民地がいっぱいある。例えばミレトスはアテネ人と同じイオニア人が作った植民地、ここがペルシャに襲われた。町は破壊され、住民は奴隷に。ミレトスを救え、アテネ人が立ち上がった。こうして始まったのがペルシャ戦争である。ペルシャは今までずっとあの陸軍でメディア、リディア、シンバビロニア、エジプトを征服。で、今回はですね、敵のアテネは海の向こうにあり、よって困っちゃった。船がない。ペルシャは海軍ってものはなかったんで、そこで途方に暮れたペルシャ軍に船を貸しますと申し入れた民族がいた。それがここフェニキア人。地中海貿易をめぐってフェニキアとギリシャはライバル。もしギリシャが滅んでくれたらフェニキア人丸儲け。だから協力を申し出た。ということで、この戦争は実は、ペルシャ・フェニキア連合軍だったね。作戦その1、ペルシャ軍はフェニキアの船に乗っかってこっから出航します。で、まっすぐアテネに向かってくる。この時ペルシャの王はダレイオス1世。そうすると、あの鳥のくちばしのようなアテネ市の東海岸ね、図に書いたよね、マラトン海岸に、ここにペルシャ軍が上陸を始めた。ものすごい数、そしてみんな馬に乗っている。はい、これがオリエントの戦法で、基本的に兵隊はみんな馬にまたがってる。だ、馬も連れてくんですよ、船で。緊急事態、ペルシャ軍上陸開始、アテネの男たち武器を取れって言って、で彼らは町を出てマラトン海岸に向かった。そして彼らは例の横一列になって重装歩兵。最初歩いて向かってきたアテネ軍を見てペルシャ兵は笑い転げた。騎兵に向かって徒歩で向かってくるバカなアテネ人め。ところが実際戦闘始まってみると、彼らは引きつっていく。馬が走れない、デコボコで。で、アテネ軍は一糸乱れず、まずい、撤退ということで、これはほとんど犠牲者も出さずにペルシャ軍は撤退した。これが最初の戦いで、マラトンの戦い。そこで2回目はもうちょっと慎重にやろうとなりました。ダライオスの息子ですね、クセルクセスが指揮を取ります。軍隊を二手に分ける。一つは陸から攻めると。で、これはですね、この黒海と地中海を結ぶ狭い海峡がありますね。船を並べて縄ロープで縛って橋にするんですよ。で、その上を歩いて渡ってくるペルシャ軍が、これもものすごい数。アテネは急遽普段仲の悪いスパルタに援軍を求めた。スパルタはギリシャ最強だから。そしたらスパルタの王レオニーダスは任せろと言って、自ら300の精鋭部隊を率いてやってきた。しかし敵のペルシャ軍は数万、300人で数万人を迎えてたんですよ。で、この辺りちょうどね、海の近くまで崖の迫ったところで、あの海岸ギリギリに狭い道があるんですよ。そこでこのスパルタ軍300が立ち塞がった。そこにペルシャ軍が北から襲いかかった。テルモピレーの戦い。結果
スパルタ王以下300名全員死亡、戦死。そりゃそうだろう。そしてペルシャ軍はアテネに向かってくる。アテネ民会がまた開催されて、どうするか、どう迎え撃つか。誰かが言った、アポロン神のお告げを。誰かデルフィーの神殿に使いを立てろ、アポロン神のお告げをもらってこい。アポロン神のお告げは必ず当たると言われてた。やがて使いが戻ってきた。市民諸君、お告げが下った。アポロン神はこうおっしゃった。アポロン神はって実際にそのアポロン神の神殿に仕えてる女性の巫女さんが喋るんですよ。実際には木の砦に立てこもるべしと、こんだけで、またアテネ民会が大混乱。 なんだこれはって、木の砦ってのは。そしたらテミストクレスという軍人がこう言った、わかった、船だ、市民を全員船に乗っけて町から退去させる。船は軍、オールで漕ぎます。海で漕ぐので海船で、船の先頭、水の下、こう角があるんですよ。で全速で漕いで敵の船の土手っ腹にぶつけて穴開けるで沈めるんです。だからスピードが遅いと穴開かないんですよ。でスピードを上げるためにオールを2列、これ2段回線、3列、これを3段回線と、スピードが3倍になる。3段回線っていうのは正面から見るとこうなってます。で上に兵隊が乗ります、重装歩兵、これが約100名で、同じ数の漕ぐ人、漕ぎ手、これがやっぱり100名で、これはね、狭い船の中でもうね、太鼓に合わせて、これ重労働ですよ、ぐーってやるんだから。だから鎧兜なんか着てたらもう暑くて邪魔でしょうがないんで、ふんどし一丁です、これ。ってことは武器を持たずに行くわけで、そこで誰が漕ぐのかって時に、そう、山の方に住んでいたね、貧乏人が言ったんだ、俺たちが漕ぐって。初めてですよ。さあ全市民が乗り込んで港、ピレウスの港を出港します。ギリギリ間に合った。でアテネ市民が港から出ていくのとほぼ入れ替わりに、北からですね、ペルシャ軍がなだれ込んできて町を焼き払い、丘の上の神殿パルテノンも焼き払った。港の南側に島があって、サラミスって島があって、で一旦アテネ軍はこのサラミス島の西側に隠れる。ところが今度は休む間もなくペルシャ海軍がやってくる。まっすぐ、もうこれ数が圧倒的に負けてるので、もしまともに戦ったらどうなるかっていうとね、こうなるんですよ。周りを囲まれちゃって出口がなくなっちゃって、これ全滅します。うん。そこで、アテネ軍の指揮を取ったテミストクレスは考えた。絶対に敵に囲まれないようにしよう。だから決戦の場所はここ、アテネ本土とサラミス島の間の狭い海峡、ここで戦う。そうすれば敵は我々を囲めないから。これ覚えとけ、陸軍でも海軍でも絶対に囲まれたら負けるぞ。こうして始まったのがサラミスの海戦と言います。では問題はですね、どうやって敵の大艦隊をこの狭い海峡に引っ張り込むか。決戦の前の日、頭を使った一隻の船をわざとペルシャ側に逃がした。これはおとりだ、おとり。ですぐにペルシャ軍に捕まる。それで尋問された。アテネ軍の作戦を教えろ、教えれば命は助けると。でこの捕まった兵士がベラ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 喋った、デタラメな情報を。でこう言った、
アタネ軍はもうすっかり怯えていて、戦う気力はない、明日日が昇ったら西に向かって全速で逃げるって、追っかけないと逃げちゃうぞって、こう言った。それでペルシャ軍は決定した。明日日が昇ったら一気にこの海峡に向かって突っ込むと引っかかった。そして夜明け、大艦隊がまっすぐ海峡に向かってくる。そして彼らは地図持ってないから、この海峡の中がどうなってるかわからないんですよ。またここが入り組んでいて島がいっぱいあるんだからね。で、敵のペルシャ軍もやっぱりこの三段回線ですから、横にこうオールがいっぱい抜けにこう出てるんですよね。で、だんだん狭くなってくるから、味方同士の船が接近しちゃって、オールがこう絡まっちゃうんだな。邪魔だお前、引け、お前こそ引けとか言って、で、お互いペルシャ軍同士がぶつかっちゃったりして、それで大混乱が起こったね。今ここでもう団子状態になってる。そこを見計らってアテネ軍は言った、突撃、あとはもう整然とオールをこいで1、2ってこいで、で、まっすぐ突っ込んで全速でぶつける。で、ドーン、穴開ける。で、一旦引く、また突っ込め、ダーン、穴開ける。そして致命的なこと、ペルシャ人っていうのはもともと内陸の民族ですから、泳ぐ習慣がなかったんですよ。で、誰も泳げない、船が沈んだらただもう沈むだけ一緒に。これで大艦隊は海峡に消えた。ペルシャ王クセルクセスは逃げ帰った。これがサラミスの海戦。一方、さっきアテネ市を焼き払った陸軍、ペルシャ陸軍ですけども、この後スパルタに向かったんですが、ここでスパルタ軍に迎え撃たれ、で、今回はアテネも助っ人に行ってですね、アテネスパルタ連合軍がこのペルシャ軍を粉砕、勝ちました。この小さな国が大ペルシャに勝った。市民たち港に戻ってきますね。まず上に乗っかってる兵士が降りていくね。そして一番最後にこの船底に、もう本当に汗みどろになってたんですよ。貧しい市民たちが一人一人船底から出てくる。そしたら今まで彼らをバカにしていたあの金持ち連中が、ありがとう、ありがとうってなったんですよ。これで初めてアテネ人は一個にまとまったん。それでこの貧しい人たちに参政権認めようってなったんですよ。ということで、大きな戦いがマラトンね、アテネ勝利で、テルモピレはスパルタが負けちゃったんだけども、で、サラミス海戦でアテネ大勝利で、最後に、プラタイヤ、アテネスパルタが勝利ということで、これで戦争は一旦終わりました。市民諸君、今回の我がアテネの大勝利は無惨市民の勝利である。我々はこれに感謝をし、彼らの参政権を認めようではないか。私ペリクレスは提案する。第一に、貴族会議の権力を奪い取り、無産市民が参加できる民会をアテネ市の最高機関にしよう。今後は民会の決定したことは誰も覆さない。なお、民会は10日に1回広場で開きます。で、ここに参加できる人は戦争に行った者のみですから、無産市民も含めた男たちです。女性は広場に入れません。もちろん子供もダメです。それから奴隷たち、アテネの場合には人口の3分の1は奴隷でした。で、奴隷っていうのは大体敵の捕虜で、これはもちろん参政権はありません。そして外国人、例えばたまたまアテネに住んでいるスパルタ人、たまたま住んでいるテーベ人は
参政権はありません。それは彼らはアテネ人のために戦わないから、これはもう鉄則です。女性、奴隷、外国人を除く。ペリクレスは言う。私は提案する。これからは無産市民でもアルコン、その他官職に立候補できるようにしよう。今まではここで切ったんだよね。で、無産市民は民会には参加できる、投票できるけど立候補できなかった。それを立候補可能にしたんですよ。これがペリクレスの時で。ところが実際に選挙をやってみると、これがね、無産市民出身の立候補者はほぼ全員が落選したの。で、それはなんでそうなっちゃったかというとね、選挙のやり方に問題があって、もうじき選挙ですけども、いいですか、あなたの選挙区の、立候補者もしくはその運動員があなたのお家にやってきて、ピンポーン、今度立候補した〇〇です、こんにちは、清き一票どうぞこれ使ってください、なんて、もしあなたのうちに何か商品とかお金とか金券とか持ってきたらどうしますか。それは犯罪ですよ。すぐ110番謝罪。これは公職選挙法違反ですよ。いい、これ犯罪なんだよ。つまり金持ってるやつが選挙民を買収するのは卑怯だろう。だから今はそれはやっちゃいけないんですよ。ところがね、当時ギリシャローマには公職選挙法なかったんですよ。っていうことはやりたい放題。立候補者が民家にやってきて、皆さん、私が今度アルコンで立候補します、模擬予想です、どうぞ使ってください、模擬予想です、模擬予想に清き一票、清き一票模擬予想に、なんてお金を配ったり食べ物を配ったりお酒を配ったり、あとよくやったのは自分のうちにみんなを招待するんですよ。でも朝から晩まで宴会やってただ飯食わせるの。それを何日かもやるの、選挙前に。そうさ、毎日毎日何百人も招待してさ、飯食わせられる人ってのはどんな人ですか。それは大金持ちじゃないですか。無産市民はさ、自分の食うもんいいんだからね。そういう人は、無産市民はケチだとか言われて落選するんですよ。だからペリクレスは言った、これは不公平だ。候補者が選挙民を買収しちゃうね。今までの選挙、これは不公平だからやめにすべきだ。これから役人を選ぶときには抽選で選ぼう、くじを引いてもらおう。こうすれば財産は関係なく誰でも当選できる。そりゃそうだよな、くじ引き。はい、これがペリクレス改革の2点目ですね。官職の抽選制、で一応これをもって全く差別がなくなったんで民主政治の完成というんですが、でもよく考えてみたらそれでいいのかよ。何の経験もないね、能力もない、でまして貧乏ですから学校も行ってない、文字も読めない人たちが立候補しちゃって、くじで当たったらアルコンですよ、大臣ですよ、それでいいんですか。っていうことが起こったんですよ。ともう市民たちはそんなアルコンのことを尊敬しますか。宝くじ当たった人はあなた尊敬しますか。しないでしょ。へえ、あんたアルコンになったの、当たったの、へえよかったね、ですよ。将軍っていうのはいるんです。で将軍っていうのはこれ軍の司令官で全部で10人います。アルコンは9人です。将軍10人います。でペリクレスはこうも言ったね、市民将軍。将軍っていうのは軍隊の指揮を取る、これは素人にはできない。
もし素人が軍の指揮を取ったらアテネ負けちゃうから、それは困るだろうって。だから将軍については今まで通りこれは選挙を行いたいと、でみんな納得したんですよ。そうすると将軍の選挙は金が飛び交うとね。で昔から有名な人、有力者、元の貴族とか有名な軍人とかが当選するわけですね。そうするとどんな汚い選挙であれみんなが選んだ代表です。こっちはでこっちくじ引きですよね。でどっちに市民を従いますかと、それはこっちでしょ、将軍でしょ。だからこの後アテネは実際にはアルコンっていうのはもう本当に名前だけになっちゃって有名無実化で将軍たちが政治を行うという、まあ、はっきり言って軍事政権になっちゃった、この後。そして面白いことにこの10人の中の将軍で一番人気のあった人、その人は毎回選挙でトップ当選、しかも10年間連続トップ当選。なぜかっていうと超有名人で金持ちでばらまいたから。それは誰か、ペリクレスです。この10年間のことをだからペリクレス時代という、ある歴史家はこう皮肉った。この時代は確かに名前は民主政治だが、実際にはたった一人の支配であった。僕らは独裁政治っていうものと民主政治っていうものは全く逆だと教わってます。しかし世界史を勉強すると実は独裁政治の多くは民主政治から生まれてる。みんなに選ばれた人間が独裁化するっていう例が非常に多い。それは例えば前にやったあのペイシストラトスがそうですね。でこのペリクレスがそうです。あとこの後言いますがローマのカエサルがそうで、彼はまさに民衆からすごい人気あった。で独裁感。あと近代になるとあのフランスの英雄ナポレオン・ボナパルト、彼も国民投票で選ばれた独裁者です。そしてヒトラー、あれも選挙で選ばれています。だから実はあの民主政治独裁っていうのは実は非常に近い関係です。ヒトラーはこう言ってます。民衆は弱いもので支配されたがってるって。こうしてアテネ市の最高権力を握ったペリクレス、次の野望はギリシャ統一。彼は言った。ペルシャ戦争はまだ終わっていない、また攻めてくるだろう。我々ギリシャはバラバラでは勝てない、一個にまとめるべきだ。もちろんアテネに従ってもらう。500のポリスがアテネ中心に軍事同盟を組む。これをデロス同盟という。アテネ市の東にデロスっていう島があって、ここに軍事基地を作った。そしてもう全ギリシャからありったけの船を集める。また毎年各ポリスはこのデロス島に対しての同盟、デロス同盟軍に対して税金を納める。ところがペルシャもビビっちゃってもう攻めてこないんですよ。そうすると毎年毎年船とお金ばっかり溜まっていくデロス島に、でそれを管理しているのはペリクレス。そして毎年選挙があると。でなんか人気取りやらないと当選しないからね。で市民たちの要望を聞いたペリクレスは、市民たちがあのペルシャ戦争で破壊された神殿の再建を求めていることを知った。でこれすごい金かかる、石を買ったりしなきゃいけないから。しかしそのお金をアテネ市民から税を取ると自分の評判が落ちちゃうから、それできないんですよ。だからアテネ市民から税取らないでこのバカでかい神殿を再建するにはどうしたらいいか、その金はどっから出るかと、そこで考えた。そうだ、デロス同盟は金が余ってるだろうって。
で、彼はこっそりデロストの金庫を、デロストの金庫をアテネに移しちゃって、で、その金を勝手に引き出して、石を買い始めた。こうして、現在残ってる、あの、世界遺産、パルテノ神殿は建てられた。これは猫ばばして作った、あの、金で作ったあれで、うん、これ作ったのがペリクレス。やがてそのことがバレ、他のポリスは怒り狂って、話が違うじゃないか。我々はアテネの神殿のために金払ってないぞって。そしてスパルタを中心にデロス同盟に対抗する別の同盟を作ろうとなり、ここにギリシャは真っ二つ。このスパルタ中心の同盟のことをペロポネソス同盟という。こうして始まったギリシャ人同士の内戦のことをペロポネソス戦争。紀元前431年から要塞守れとペリクレス、ペロポネソス戦争、431年、要塞守れとペリクレス。今から作戦を話す。敵スパルタはギリシャ最強の陸軍を持ってる。残念ながら我がアテネはスパルタには勝てないであろう。よって我らは陸では戦わない。アテネ海軍はギリシャ最強である。そしてスパルタの海軍はしょぼい。よって我らは海で戦う。全市民に次ぐ。城壁の外に住んでる者は城壁の内側に避難しろ。スパルタがやってくるから。城壁の中に立てこもるアテネ市を要塞にする。要塞に守るとペリクレス。問題は食料だ。幸い我々は港を持ってる。この港をスパルタ軍に奪われなければ大丈夫だ。だから港の周りにも壁を作る。そしてアテネ市と港をつなぐ道路の両脇にも壁を作る。で、スパルタの侵入を防ぐ。こういうこと。うまくいったかに見えた。避難も無事済んだ。よし、これで何年でも戦えるぞ。ところが城壁の内側が急速に人口増加しちゃったもんですから衛生状態が悪化する。伝染病が発生した。全身にブツブツができて40度の熱、下痢をしてバタバタ死んでいく。治療法がわからない。この時の疫病は何だったのか未だに分かってないです。ペストという説と天然痘という説があってわからない。そして伝染病が流行った時、一番いい方法は人混みを避けることでしょう。しかし人混み避けようと思って外に出たら、外にはスパルタ兵がいるんですよ。出らんないですよこれ。だから彼らはこの中に立てこもったままバタバタ死んでいったんですよ。この戦争でアテネ市は人口の3分の1が死んだ。ほとんどが病気。そして最高司令官ペリクレスがこの病で倒れた。今までたった一人で町を率いていたペリクレスが死んだ。この後彼に代わってアルコンたちが政治を担当するが、そのほとんどはくじ引き政治家。何もわからない。その場しのぎの人気取りの政策ばっかりやる。さっきのこの図の下、ペリクレス時代の下ですね。後こう言われた。大勢の愚か者の政治、修具政治。こんなことがあった。長い戦争、個々の戦いで勝ったり負けたりするのは当たり前です、これは。ところがこの政治家たちはですね、自分たちが責任を負いたくないんですよ。だから
ちょっと失敗があるとそれを全部現場の責任に、つまり軍隊のせいにするんですよ。例えばある戦いでたまたまアテネ軍が運悪く負けたとね、そうすると政治家たちはですね、民会で叫ぶんですよ。今回の敗戦の責任を取らせろって。で、丸々将軍出てこいとか言って、で、軍隊の指揮を取った将軍たちを次々呼びつけて、お前は裏切り者だとか言って処刑しちゃうんだよ、民会で。と民衆は熱狂して、あーとか言って、そのうちにアテネ軍の指揮を取る軍人は誰もいなくなったよ。こんなこともあった。スパルタは、スパルタも疲れてきちゃったんですよ。それで何度も何度ももうやめようって言ってんだよ、アテネに対して和平を申し込んだ。ところが民会でもし和平なんて言うと群衆がね、腰抜けとか叫ぶじゃないですか。だからみんな強気になってですね、和平提案を蹴るんだよ全部。するとその場ではわーってなるじゃないですか。で、そのことによってアテネは自ら和平の道を閉ざしたで負けたのよ。これがペロポネーソス戦争。そして実はですね、この戦争で一番得した国があって、それはどこですか。それはペルシャで、ペルシャはね、あの憎きアテネがですね、スパルタと喧嘩始めてですね、喜んだんですよ。で、実はペルシャは密かにスパルタに対して軍事援助してます。没落したアテネに代わってスパルタの前に立ちふさがったのがテーベ、アイオリス人のポリス。で、このテーベが最強と言われたスパルタ軍を破った戦い、レウクタラの戦い、どうやって破ったのか。兵力はほぼ一緒で、あの一人一人のフィジカルな力はスパルタの方が強いんですよ、ね、で、テーベ弱いので、それでテーベの考えたのはですね、軍隊を一箇所に集めておく。で、重装歩兵を1列、2列、3列、4列、5列、6列とずっと縦にあの長くしておくんですよ。そしたら最前列がもし負けても、その屍を踏み越えて第2列が出る、それが倒れても第3列が出ると。こうすればいつか勝てるじゃないですか。だけどその分こっち側に兵力取れちゃったから、他の部分が手薄になりますね。で、この手薄な部分についてはスパルタ軍と出会うのが時間的に遅くなるようにちょっと後ろに置いておくんです、こうやって、うん、そうするとこうなりますね。で、テーベ軍の主力がスパルタ軍を粉砕すると、その後どうするか。テーベ軍の主力は後ろに回るんで、こうやって後ろに、そうすると包囲できるんだよ、スパルタ軍を。こうやってで包囲すれば絶対勝つんだよ、戦争っていうのは。これで勝ったのよ、テーベは頭使ったのよ。これがレウクトラ。今やってるのは誰がギリシャを統一するかという争いですね。最初はアテネがデロス同盟、次でスパルタのペロポネソス同盟で、次テーベ、そして次出てくるのはマケドニア。ご覧の通り、このマケドニアっていうのはポリス、都市国家じゃないですね。広い領土を持った王国です。これは実は民族的にはドーリア人で、移動してなかったドーリア人、最も遅れていたドーリア人だから、アテネ人やテーベ人はバカにしてマケドニア人のことをこう言っていた、バルバロイ、野蛮人って。長らくマケドニアはテーベの下に仕えていて、そして毎年人質としてですね、マケドニア王子があのテーベのところに預けられてた。
その男をフィリッポス2世と言います。で、子供の頃にテーベのところに送られて人質、そしてたまたまここにいたんですよ、レウクタラの戦いで。で、テーベ軍がどうやってスパルタを破ったか自分の目で見たんだよ。ああこうするのかって、で学んだわけよ彼は。そして成長して国に帰って自分の国の軍隊を訓練始めた。この結果マケドニアが急速に強大化、そして彼らはテーベの支配から独立をして逆にテーベを脅かした。テーベはアテネに助けを求めた。アテネ民会が開かれた。テーベを助けるかマケドニアに屈するか。で、この時にアテネの政治家デモステネスは民会でこう言った。市民諸君、我らはポリスだ。ポリスは自由の国だ。あんな国王独裁のね、変な国とは違うんだ。我々はテーベと共に戦うんだっつったら、また民会がウォーとか言っちゃってさ、バカだよこれ。で、結局巻き込まれちゃって戦争に、でまた負けるわけ。アテネ。最後に笑ったのはマケドニアで、この戦いのことをカイロネイアの戦い、カイロネイアの戦い、338年紀元前、散々破ったカイロネイア。マケドニアの王フィリッポス2世は言った。テーベ、アテネ、他のポリスたち、今後はマケドニアに従ってもらう。俺たちはこれまでドリア人ドリア人とバカにされてきた。しかしこれからは違う。同じヘレネス、ギリシャ人、団結してペルサを撃つ。おめえたちはペルサ戦争忘れたのか。俺たちが揉めてるからペルサが笑ってるわけだ。これからは団結してペルサを撃つ。ええな。軍勢同盟を組んだ。コリントス同盟。ついてこいと言った。こっから始まったのが東方遠征という。ところが、東方遠征始まって間もなく、このフィリッポス2世が暗殺された。妻がオリンピアスという女で、もともと夫婦仲が非常に悪かった。戦ばっかりやってる武骨者のフィリッポスに対して、オリンピアスは高貴な家の出で、しかも彼女は長い間若い時神殿に仕える巫女さんであった。で、ちょっと一種のまあ超能力があって神がかりだった。この女はやがて彼女は男の子を産んだ。名前をつけたアレクサンドロス。幼いアレクサンドロスに母親となったオリンピアスはこう言っていた。お前の父はフィリッポスではない。私は神の子を身ごもりお前を産んだ。お前には世界征服もできる。フィリッポスとは違う。フィリッポスは気持ち悪がって、このオリンピアスと離婚して別の妃を迎えて、でその新しい奥さんとの間に生まれた王子がもういて、この子に後を継がせようとした。その矢先フィリッポスは殺された。犯人は彼に仕えていた貴族だったんだけども、どうも裏で糸を引いていたのはオリンピアスらしい。つまり自分の愛するアレクサンドロスに後を継がせるためだ。もう息子のことを溺愛していた。この偶然の事件がもしなければ、フィリッポスの東方遠征となっていたわけで、でフィリッポスって人はまあ常識的な人で、まさかアケメネス朝ペルシャを滅ぼせるなんて思ってませんよ。
あくまでもこれはペルシャ戦争に仕返しをすると。それで、まあ、よくてこの小アジアの海岸部分、この辺りを取り返して、で和議を結ぼうと思ってたフィリッポスは。ところがこのアレクサンドロスはお母さんの影響で、息子も神がかりでこう言った、私はアジアの王になると。まずペルシャを討ち滅ぼし、さらに軍勢を東に送って世界の果てインドを征服すると。始まったのが334年紀元前。そして大勢の若者たちが、男たちが妻や子供と泣き別れて東に向かって出発をする。もうこれ世界征服ですから、何年かかるかわからないわけで、もしかしたらもう二度と奥さんや子供に会えないかもしれない。みんな涙の別れ。奥さんはこう言った。あなた寂しくなるわ、寂しくなるわね。泣くな、必ず戻る、子供のことを頼むぞ。寂しいね。334年、はい、紀元前。これが東方遠征。プリントヘレニズム時代の地図で説明をしたい。まず軍勢はエーゲ海を渡って小アジアに上陸し、でこの小アジアの付け根、ここまでやってくる。でここでようやくペルシャ軍が追いついて、最初の決戦が行われた。イッソスの戦い。オリエントは広いので、さすがのギリシャ軍もですね、馬を使います、騎兵を使います。数ではやっぱりペルシャが圧倒的です。ただしペルシャ軍はですね、いろんな民族の混成部隊なんで、あまりその統制が取れてない。うん。そして、ま、真ん中にダレイオス三世、これよく間違えるわね。あのペルシャ戦争の時は1世で、東方遠征の時は3世です。うん。で真ん中に、ダレイオス3世がいて、うん。でもう最初はですね、もうこれ数で圧倒的なんで、これは勝ったなと彼は思っていた。そしてギリシャ軍ですけども、アレクサンドロスはですね、真ん中にいないんですよ。なぜか一番端っこにいるんですね、右側に。でアレクサンドロス本人も馬にまたがってるんです。そして戦いが始まると同時に、アレクサンドロスは叫んだ、続け。そして戦場から逃げるように右に向かって突っ走った。それでギリシャ軍はおーって言って後を追っかける。これでこれ見ていたペルシャ軍が思ったことは、あ、やつら後ろ側に回るんだなと思ったんですよ。それでダライオスは、全軍左に移動しろっつって、でこのギリシャ軍を迎え撃とうとした。その結果ですね、ここにペルシャ軍の真ん中に隙間ができちゃったんですね。隙間がちょうど大王のところですね。それを見計らったダレイオスは突然馬をターンしてまた叫ぶ、続け。でこうなって、でダレイオス3世の乗ってる馬車の目の前まで馬で突進するの、アレクサンドロスが槍構えて。その絵がそのお手元にある、あの街灯の下にある絵です、これ。うん、イッソスの戦い。ちょっと一部剥げちゃってるんですけども、左側に A と書いた若い兄ちゃんがいますね。これがアレクサンドロス、馬にまたがってますね。でちょっと見にくいんですけども、あの手に槍持ってるの分かります？槍持ってる。でこのアレクサンドロスの槍がもうね、刺さってるのよ、人に。でこの男がうぎゃーっとなってますね。でこれが実はダレイオスの弟なんですよ。でこれ見てダレイオスがパニックになって、引けーっ
逃げたの。これでペルシャ軍総崩れで、まずはギリシャが圧勝しました。これがイッソスの戦い、ここですね。この後逃げるペルシャ軍を追いませんっていうのは心配なことがありました。このすぐ南側にフェニキアがいます。でフェニキアとペルシャがつるんでますから、うん、だからアレクサンドロスは自分たちの留守中に女子供が、子供がいるギリシャにフェニキアが襲っちゃったら困ると思ったんですよ。だからこのフェニキア人の都市シドンとティルスを襲った。でこれを徹底的に破壊した。まんま海岸線をずっと南下してエジプトに入った。エジプト人はこのアレクサンドロス軍を利用してペルシャからの独立を図った。だから大歓迎しちゃってギリシャ軍のことを。であのテーベのアモンラー神官がまた出てきてね、お告げをするんですよ。アレクサンドロス様はアモンラー様の生まれ変わりとか言って、でまた調子に乗ったアレクサンドロス。この間ですね、戦ってるバカじゃないんです。町を作っていくんです。っていうのはギリシャ本土が長い戦争でもう大勢の避難民が出てるんですよ。で彼ら住むとこないんですよ。だから新しい土地を与えて新しい町を作っていくんです、あっちこっちに。でその新しい町はすべて名前をアレクサンドロスのポリスっていう町って意味でアレクサンドリアっていう名前で、エジプトにもそれが建てられて、このナイル川の河口に巨大な新しい町が作られたアレクサンドリア、もう完全なギリシャ風の町。たっぷり休んだ後ついにペルシャにとどめを刺す。今ダレウス3世は都のスサにいるのでそこに向かうんですが、ここまっすぐは行きません、砂漠があるから。だから一旦やっぱりシリアに戻ってから、でシリアに戻ってからこの王の道に出る。そうするとここに出るんですね。これがアルベラという町で、でここで2回目の決戦がありまして、さっきと同じですよ。もう捨て身の突進で、ペルシャ軍総崩れ、逃げるペルシャ軍追うアレクサンドロス。ダレイオスは手紙を書いた、アレクサンドロスに。負けを認める、あなたは強い、ペルシアは負けた、領土を与える、小アジアを与える、だから引いてくれ。返事が来た、アレクサンドロスから。小アジアなんかいらない、私はアジア全体の王となる、地の果てまであなたを追っていくって。ダレイオスは言った、逃げろ、ペルセポリス。ここにまで迫ってくるアレクサンドロスが、逃げろ。この後しばらくダレイオスは行方不明になります。でもペルシャ軍は総崩れ、そしてギリシャ軍がペルセポリスに入ってここに火を放った。ダレイオスを探せ。そしてついに追い詰めた。もうアケメネス朝ペルシャの東の端っこ、バクトリアっていうところ、これは現在のアフガニスタン、アフガニスタンまで行ったんだよ。これダレイオス三世の最後は哀れでした。最後はもう側近から見放されて、側近に殺された。そしてこのバクトリアの砂漠で彼が乗っていた豪華な馬車が見つかって、中でもう血まみれだった。その向こう側にインダス川があって、インダス川を越えるといよいよインド で、当時はインドが世界の果てと言われていた。アレクサンドロスはインド征服を宣言する。しかしもう戦い始まって10年ですよ。みんな疲れ果て、大王様一度戻りましょうって、我々も妻や子供がいるんですって、うん。でもう仕方なく彼はじゃあ分かったと言って、あとはこのインダス川を下っていくんです。で地図がなかったんで
インダス川っていうのは一体どこまで流れてるか分からなかったんですよ。ある学者はこう言ってました。インダス川はずっと南に流れていって、ずっと流れてアフリカまで行っていて、で実はナイル川になってるんだっていう人もいた。それ確かめに行くんですね。それでこのインダス川が海に出るところを確認して、でこれがインド洋発見ですね。うん。であとは海沿いにずっと戻ってきて、でペルセポリス、スサに戻って、でその次ここにバビロンがあります。バビロン、ここでとどまったんですね。帰らないって言うんですよ。で俺はアレクサンドロスはペルシャの最後のあのダレウス3世の娘と結婚すると、でペルシャ帝国受け継ぐと、だからお前たちも残ってくれ、でペルシャの女と結婚しろっつって、うん、でみんな唖然とするんですけども、それで、バビロンに入って 1,2 週間経ってから彼は急に熱病で倒れて意識不明になる。おそらくこれはマラリアっていう病気ですね。これはあの熱帯の病気で蚊がうつ病気です。うん。そしてもう最後は喋れず、朦朧とした意識の中で一緒に戦ってくれた部下たちを一人一人呼んで、ベッドにお互い目と目を見交わして、目で合図してありがとうっつって、うん、そしてついに何も言わずに死んだ。32歳。遺言がないんですよ。じゃあこのね、マケドニアからインドに至る大帝国は一体誰が治めるんですかって。でこのあと部下たちが、実は大王様は最後に俺に向かってあとはよろしくと言ったんだなんてみんなが言いちゃって、みんなが、ね、でもう大混乱ですよ。でこのあと部下たちがお互いに争ってしまったということになります。でこの戦争のことをディアドコイ戦争と言います。プリントヘレニズム、ヘレニズムの真ん中ですね。後継者のことをディアドコイと言います。の戦いで最終的にイプソスの戦い、あこれそあのさっきのイッソスと違うんでこれ紛らわしいんですけども、イプソスの戦いで3つの国が分かれた。でもう一回さっきの地図と見比べてほしいんですけれども、まずはルスを守っていた、マケドニアでルスを守っていた軍人がマケドニア王になります。これをアンティゴノス朝マケドニア、次にアレクサンドロスの側近ナンバーワンだった男プトレマイオスがエジプトで独立、これをプトレマイオス朝エジプト、都はアレクサンドリア、もう一人アレクサンドロスの側近だったセレウコスがシリアで独立、そしてこのシリアはこっから東側を全部治めた、イランからバクトリアまで、これをセルコスシリア。ただ交通手段がない時代ですから、でかいってことは不安定なんですよ。地方が治めきれないんですよ。それでこの一番でかいシリアがまず最初に解体していく。例えばバクトリアが分離独立、うん、それから、ここパルティアの独立で、だん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 地方からばらけていって、最後はシリアは本当のシリアだけになっちゃう。はい、パルティアについてはまた改めてやりますんで、まあ今日は名前だけですね。はい、そして一番栄えたのはエジプトのプトレマイオス王朝です。でこれやっぱりナイル川の恵み、うん、あとはこのインドとの中継貿易、首都アレクサンドリアには有り余る富で、それで、国王プトレマイオスはここに巨大な大学、研究所、図書館、植物園、動物園、天文台、水族館を兼ねた、総合研究センターを作った、これをムセイオンと言います。
これは当時世界最大の大学ムセイオン、学問の神ムーサイを祀ったんでムセイオンと言います。あの英語のミュージアム、博物館のことをミュージアムって言いますね。その語源がこのムセイオンです。戻って星マーク、ヘレニズム時代と言います。ギリシャ風時代、東方遠征からプトレマイオス朝の滅亡までの300年間、オリエントをギリシャが支配した。で、政治はオリエントのような独裁政治、しかし文化がギリシャ文化、例えば言葉、で、オリエント共通語、今まではアラム語だったのが、これがギリシャ語に変わります。で、このギリシャ語の共通語のことをコイネー、コイネーと言います。あとは宗教ですね。オリンポス十二神がオリエントでも祀られると、こうなった。とってもなんか不思議な時代ですね。ヘレニズム。この三つの国は最後までお互いに足の引っ張り合いを続けてですね。そして、西の方にローマという国が台頭してくるのに気づくのが遅かった。で、最終的にはこのローマが地中海を統一して、で、順番にマケドニアを、シリアを、エジプトを征服。そしてこの後は、この地域は全てローマ帝国となっていくということで、今からローマに入りましょう。